10人組俳優グループザ・マン・ブラック、自身たちの強みと差別点とは、全員で合宿しながら俳優グループを誕生させた。STARDIUM のナビョンジュン代表が8年の企画を経てアイドルのような俳優ドル、俳優プラスアイドルをローンチした。10人のメンバーで構成されたグループザマンブラック、カンテウ、コウジン、シンジョンユ、オムセウン、ユ、ジュンウォン、イヒヨンソク、チョンジンファン、チョンスンホ、チョソンヨン、チェチャニがベールを脱いだ。ナビョンジュン代表は本日、10日、午後、ソウル市立山、43、区 BLUESQUREI マーケットホールで行われたザ・マン・ブラックのデビューショーケースで、俳優たちもアイドル。のように、世界のステージで持続的に様々なプロジェクトができるんじゃないかと思っていた企画が、8年の時間を経てザ・マン・ブラックにまでたどり着くことになった、と明らかにした。俳優グループという定義は、これに先立ってソガンジュン、コンミョン、カンテオ、イテフ、ユイルが所属している GOURPRISE を通じて、人々に馴染みのある存在になった。そんな彼が、8年の企画の末に、俳優ドルという進化したグループを披露する。実際にメンバーたちはアイドルグループのようにオーディションからデビューの準備過程をオンラインプラットフォを通じて公開してきており、ウェブドラマと音楽活動を並行しながら若い年代層をターゲットに活動している。アイドルと俳優グループの事例である GOURPRISE の間で俳優ドル、ザ・マン・ブラックのアイデンティティに対する質問が殺到した。メンバーのオムセウンは、アイドルとは、出発点が違う。アイドルの方々も、音楽活動をしながら演技にまで活動領域を拡大するように、私たちも演技活動をしながら歌手活動まで、もっと様々な分野で活動するために、マルチテーナーという言葉を使うようになった、と説明した。俳優グループの限界点と指摘されてきたのは、アイドルに比べて結束力が弱いということだ。また、幅広い支持を得られにくいことも、これからザ・マン・ブラックが克服すべき課題でもある。チョン・スンホは、メンバー全員で合宿しながら、寝る時間を割いて家でも練習している。大変だというよりは、みんな情熱が溢れすぎて、一緒に一生懸命に準備したし、ゴー。祝しながら僕たちが親しくなるきっかけになった、とし、合宿の長所を伝えた。メンバーたちは、お互いに交流する時間が多いという点で、合宿について肯定的な意見を表した。また、10人という大人数グループであるだけに、メンバーたちが個人活動で席を外して、いる時期にもグループ活動が維持できる点も、彼らが選んだ強みであり、差別点である。ナビョンジュン代表が STARDIUM から今年初めて披露するプロジェクトであるザ・マン・ブラック。彼らは積極的にサポートしてくれた。僕たちが感じる個人が持っている負担の他に、事務所に対する負担は全くない、とし、熱意を表した。